木村康介は兵庫県神戸市出身のプロサッカー選手。メジャーリーグサッカー初の日本人選手。ポジションは右ディフェンダー。2007年1月の MLS サプリメンタルドラフトで日本人プレイヤーとして初めてコロラドラピスツに全体の35番目で指名され、同年3月に正式契約の28人枠に生き残り、日本人初の MLS プレイヤーとなった。 2007年シーズンも終わりに近づいた9月22日のレアルソルトレイク戦で右サイドバックとして90分間プレーし1年目にしてトップデビューを果たす10月7日のトロント FC 戦でも同ポジションでフル出場試合後地元テレビ局の選ぶ MVP に選ばれる最終的に4試合に出場しその全試合で90分プレーし2008年度も 引き続き、コロラドでのプレーが決まった。2008年シーズンは18試合に出場しうち17試合が、先発で、計1438分プレーし、チームの主軸となった。2009年5月2日、第7節レアルソルトレイク戦において自身、プロ初ゴールを決め MLS 史上初となる、日本人選手による得点を記録した。 このシーズンは26試合に出場しうち21試合で先発1932分プレーし2ゴールにアシストを記録した。2010年も開幕時からレギュラーポジションを確保。シーズン中盤に疲労骨折もあったが、回復後もレギュラーポジションを維持して23試合に出場し21試合で先発、計1931分プレーし3アシストを記録。 日本人として初めてプレイオフに進出するとチームはワイルドカードから勝ち上がりサンノゼアースクエークスとのイースタンカンファレンスチャンピオンシップ決定戦では決勝点を記録 MVP を獲得すると同時にチームを MLS カップ進出に導いた迎えた MLS カップにも先発フル出場延長戦の末に FC ダラスを破り全米制覇を達成 日本人として初めて MLS カップを獲得した。2010年のプレイオフでは4試合に出場、先発した。2011年はレギュラーシーズン34試合に全試合先発で出場して2996分プレーし、1ゴール、1アシストを記録した。ポストシーズンではワイルドカードプレイオフで決勝点につながるアシストを 記録し、チームのカンファレンスセミファイナル進出に貢献したが、その第一戦の前半で、相手のタックルを受け左足を骨折し、チームもセミファイナルで敗退して、シーズンを終えた。2012年シーズンも開幕から17試合で12試合に、先発出場し987分プレーして1ゴール、にアシストを上げるなど、結果も残したが、 前年まで木村を徴用したゲイリー・スミス前監督に、代わってこの年から監督に就任したオスカル・パレハの構想から外れ、ベンチを外れることも多くなり、シーズン途中の7月に MLS のポートランドティンバーズに移籍した。移籍先のポートランドでもすぐにレギュラーポジションを掴んで17試合に、出場し打ち16試合が先発で1376分プレイ、11ゴール1アシストを記録した。 2012年シーズン中から次の移籍先を探し、米国外のクラブからのオファーもあった中、2012年12月、MLS のニューヨークレッドブルズへの移籍を決定した。2013年シーズンは24試合に出場しうち15試合で、先発、1575分プレイしにアシストを記録した。チームもレギュラーシーズンに優勝し、日本人として初めて、 サポーターズシールドを獲得したが、MLS カップでは、クォーターファイナルで敗れ、木村の出場機会もなかった。2014年シーズンもニューヨークに残留し、13試合に出場し10試合で、先発、884分出場し3アシストを記録した。2015年、ポーランド2部リーグのビジェフウッチに移籍。2015年、 NASL のアトランタシルバーバックスへ移籍。2016年、同リーグのラーヨー KC へ移籍、主力として活躍するもクラブは1年で解散。2017年、アセル、プロフェッショナルリーグのタルサラフネックス FC に移籍。2018年、同リーグのナッシュビル SC に移籍。2019年12月で、ナッシュビル SC を退団。 アンダイクリーゴールグッドイナフラピッツ。2010年11月14日閲覧。ティンバースアクワイア。D キムラフロムラピッツ。ヤフースポーツ。2012年7月12日閲覧。NY レッドブルズが木村孝介を獲得。QOLY.JP。2012年12月4日閲覧。孝介木村。2020年3月2日閲覧。ありがとうございます。